雨上がりの解散宣言って必要だったのでしょうかコンビなのでピンでしか活動してない芸人たちはそこら中にいます。それは解散のメリットよりデメリットの方が大変多いからですよね。宮迫さんが嫌いでも雨上がり消したいは好きってファンだって大勢います。ファンも裏切る行為だし、意味不明。なぜわざわざ解散宣言をしたのでしょうかこれに対する問いは僕、 うわ答えられないですけど雨上がり決したいさんじゃないのでだけど憶測ですよここからは憶測なので申し訳ないですが2人が2人でいるためにこの関係を不信感を持った状態でコンビを続けていくってことがプラスではないと蛍原さんがジャッジしたんじゃないでしょうかでマイナス面が当然あるけどもそれははから見てのマイナス面であって 蛍原さん、宮迫さんから見たときに、コンビを解散するっていうことが、ただのマイナスではないと判断した場合は、やはり他人が見て、それ解散したらマイナスなのにっていう理論は僕は通用しないかなと思います。で、僕は雨上がり消したいさんは、いずれまた何かをする、2人で何かをするための布石にしてほしいなと思いました。解散をすることが、えー、いずれまた2人が、2、えー、人だけで何か行動を起こすときの、 不責任したいからコンビを解散したんじゃないかなと。じゃないと、ああいう形で雨上がり消したい、雨トーク特別版みたいなことを放送しないんじゃないかなと思います。雨トークの中でもおっしゃってましたけども、やっぱ YouTube を始めるタイミングとか、そういうこともろもろ理解できないことが、矢継ぎ早にあって、それが不信感につながってったっていうのは、ご自身でもね、はっきりおっしゃってたので。 まあコンビの解散が得かメリットかデメリットかはやっぱり他者はこの二人以外は判断はできないことかなと私は思います。